大納言天智像赤間神宮小像、藤原佑氏は平安時代後期の助官。大納言、藤原国綱の次女。母は藤原君と氏の娘。平重平の妻。平家物語には藤原コれザネの娘で藤原国綱の幼女となったとあるが、尊卑文訳や具官章の記述から国綱の実施と考えられている。 平野清盛のこの茂平の妻となり、後に安徳天皇の乳母を務め、十三三三天寺、大納言天寺と称した。自称、樹栄の乱が起こると、夫の茂平は、平家の将軍として転戦し、その戦いの中で自称4年に放棄した幸福寺、東大寺を攻撃して、道等伽藍を焼き払い、東大寺る社名仏像を焼失させてしまう。樹栄2年に平家が、 源の義仲に敗れると、茂平と共に都を落ちした。樹永3年2月、一の谷の戦いで平家は、源のより,り義常に大敗し、茂平は捕らえられてしまった。茂平は刑を送られ、後白河法皇は、茂平の身柄と都落ちの際に、平家が持ち去った三種の神器との交換を試みる。平重国が使者となって、 さぬき国屋島の平家の本営へ向かうことになり、茂平は罪人のみで、書状は書けないので口頭で、旅の空でも、あなたは私を慰めました。こうして別れてしまってどんなに悲しいことだろうか、刑は朽ちないものと言います。どうか、来世でも必ず相まみえましょうと妻への伝言を頼み、茂国は涙ぐんだ。結局、平家の総帥宗盛は、交換を拒否し、茂平は、 鎌倉へ送られた。元略2年3月、壇の裏の戦いで平家は滅亡し、タスク氏は他の女たちと共に受水するが助け上げられ、捕虜となった。戦後は山城国日野に住む姉の国子の居所に陰性した。茂平は南都大衆からひどく憎まれており、源頼朝に引き渡しを要求していた。同年6月に源頼金の御葬の下で、 鎌倉を出立し、奈良へ送られた。罪人なので刑には入らず、大津から山品を経てる、大五郎を通り、日野の近くに差し掛かった時、重平は五層の武士に、私には、子がないので思い残すことはないのですが、この近くに妻がおりますので今一度対面して、後世のことなど申し伝えておきたいのですと最後の、情けを願い、武士たちも涙して、これを許した。まで来て、 人に呼びにやらせるとタスク氏は駆けつけてシゲヒラと対面した。タスク氏は夢かうつつかと涙を流して招き入れ、シゲヒラはこれまでのことを物語して出家して紙を残したいが、それも叶わないのでとがくに垂れた紙を一棒噛み切ってタスク氏に渡し肩身とした。タスク氏は受水して死ぬべき身でありましたがあなたが生きていると聞き、今一度お姿を見ることもあるかもしれないと願い。 生きながらえてきましたと涙を流した。タスク氏は重平を白の仮衣に着替えさせ、それまで着ていた者も、も片見とし、最後に別れの歌を交わした。スケコが晩年を過ごした、ジャックコウイン重平は、ちぎりあれば、来世にあってもまた会えるでしょう、と言い残して立ち去った。タスク氏は後を追おうとしたが叶うことではなく、大声で泣き伏し。 その声を聞いて、重ゲは駒を進めることもできずに泣き、生じ合うべきではなかったかと後悔もした。重ゲは、東大寺の使者に引き渡され、木津川の川べりで斬首され、藩に味門前で教手された。重ゲとタスク氏との再会と、別れは、平家物語の重要な場面の一つとなっている。タスク氏は、夫の泣き殻を、日の地に持ち帰り、ダビに付して供養した後、 高野山に収めた。その後、自身も出家して、重平の菩提を弔い、大原若光院の賢礼門院に仕えた。平家物語の終末の部分、大原美ゆの牧で、賢礼門院と共に、滝木とわらびを拾っているところを、後白河法皇と出会っている。そして、最後の六道の牧で、賢礼門院が、極楽王城を遂げる際に、阿波内氏と共に、これを見取った。 ありがとうございます。